なんだってお侍が。こいつめ、どんなこと知ったくせに。おお、神のご加護か。それがしは蒲生氏郷と申す。商人たちに遅れは取らぬと思っておったが、この妙な石、あの南蛮商人ども、海の向こうの戦、神の教えと渡来品を広めるだけ